はい、どうも、こんにちは、こんにちは、こんにちは、各局、えー、こちら、京都 GS150 こと、えー、GS 局、アマチュアコースサイン、ジュリエットキロ3、オスカータングホテルです。どうも、こんにちは。今日はですね、えー、ラジオ動画的に、あの、おしゃべりでやっておきますけれども、あのー、2022年になりましてね、ちょっと移動運用をかまそうかなと思って、えーと、コマーシャルでね、 1>, えー、1月の9が日,日曜日に福井県行ったんですね。でまあちょっと帰り遅くなるんで一泊してちょっとはこれは何エリアご挨拶だなと思ってあの1月10日月曜日がちょうど休み祝日だったんでね、えー、石川県の方に沿線に行きましたよ。はい、えっ、ー、とね飲み郡石川県飲み郡にね手取川っていう堤防があるようでそこを教えてもらったんで手取川堤防にね朝行きましてね 運用しましまたそうしましたらねえっ、ー、と石川県南エリア各局ですね、えー、皆さんあの歓迎いただきましてまずあの現場アイボールとしてはですね、えー、と誰が来たんだったかな石川 MT910 番局ですかねはいお越しいただきまして、えー、でですね当、まあ、局先ついてたんですけど、えー、堤防でまあとりあのえずアンテナ上げてたらあこっちですよってんで、ね、場所を教えてもらって でそこで2人でね、涙してましたらね、ら続々と、えー、ナイエリアの重鎮が集まりまして、おおって、な、何ですか、この集いは、みたいな感じでね、えー、ソーシャルディスタンスアイボールになりましたね,ね。ちょっとね、ツイッター見ながらね、ちょっと振り返ってますけどね。えー、っとですね、そうです、面白かった。あのね、なんか、うん したんですよねとりあえずね 430FM であのハムってパーティーの開催期間だったんで疾球ハムってパーティーって言ってね何エリアの皆さんとだいぶお話できて結構 430FM 面白かったですねでね2メータ FM は誰もいなくて SSB はねもう何にも聞こえないんでねもう声出す前からギブアップしましたねはいでねえっ、ー、とそこに来たのは えー、JK9 局大山さんと、あとね、石川キロホテル100番局さんもいらっしゃいましたね。それから石川アルファリマー52番局さん、石川 JA42 番局。あとですね、静岡 AB77 番局がですね、D シャーでつながって、今どこにいんのって手取り川ですから、行くわって言ってですね、本、え、当、ー、にいらっしゃいましてですね、相変わらずフットワークの軽い、えー、素敵な方だなと思って、で、結局 4, 4人でね、喋ってましたね。えー、と、MT さんと、 AL さんと JA さんと僕かなうん、ちゃうわ。MT さんと JA さんと AB さんと僕で喋ってたのかな。はい。でね、なんか、あの、寒 <laughs> 風を起こさ河原でソーシャルディスタンスを確保しながら、えー、結構雑談してましたね。もう、あの日が傾くからそろそろ帰ろっかっていうまではね、雑談してましたね。アイボールでした。はい。ソーシャルディスタンス、アイボールでしたと。 あとね、あの福井県サイドではですね、あの、移動運用別でやられてて、で、そちらとの,あの更新もね、活発でしてね、福井県サイドはそうですね、いろんな方、えー、福井、えー、の291番局とかですね、さまざま皆さん出ておられて、あとあのいろんなバンドで、石川 ZC610 番局さんがね、あの、お声がけくださって、久々にね、特集をやりましたね特集。楽しかったですね。 当局がね、つながったのはね、えー、どの辺の皆さんだったかな。今、ログ帳を見てますけどね。えー、そうですね。JAL9JOO さんね。はい。あと ASG 局もつながってますね。JCT さん。XXF 局あ。でね、あの、このね、手取りが結構飛ぶんですよ。えと、ー、モービルホイップ1メーター弱のやつでね、N950M ってやつでそれで、えー、飛ばしましてね。 えー、福井県の八幡山まで,で北はね、砺、え、波、っと、市まで飛んでますね、砺波、高岡、富山県ですね、FB にあのご指摘ましてファイブナインですよねで、もちろん山向こうというかあの、まあつ、地続きの小松、金沢、白山ですね、この辺は非常にあのたくさんつながりましてね、えー、面白かったですよ、うん、あと、かほく市もつながってますね。えー 富山県で城山っていうねところから移動運用されてる方ともねえつながってますねはい,いや楽しかったですね河北郡津幡町あば津幡七尾の手,な手前ですねこちらもねつながりましてね楽しかったですね、はい、RSR 局もあれですね八幡山から運用されてましたね、はい、でねあの面白かったのがねあの石川 MT910 番局と東京からね2台車に並べてえ運用してるんですけどあのちょうど DCR をね あの MT 局がやられてたんであの、後ろから狙撃するっていうね、えー、見通し10メーターで DCR で更新したのはなかなかね、え重かったですね。はい。で静岡エビさんが北駆道を走ってて、えー、聞きつけたんで来たとかね、面白かったですね。はい。そんな感じでね、内エリアね、当局3からね、いつも行くとね、非常にあの皆さん遊んでくれてね、ありがたいことでございますよという感じですね。ちょっとねあの、この、後で編集でね、写真間に入れておきますけどね。 非常に天気が良くてねあの、北陸の冬にしては珍しく快晴でございましてね、風もまあそんな強くなくてね、非常にね、楽しくね、えー、お話しできましたっていうことでね、えー、次回内リア運用予定が、ね、まだ決まってないんですけどね、多分3月1回いけるかなと思ってますね。はい、あの皆さんもね、あの、寒いシーズンですんでね、なかなか移動運用難しいと思いますけども、えー、各局ともね、えー、あのお稼ぎくださいという感じで、 ハムテてパーティーの方もね、無事にあの二十曲できましたんで、えー、もうこれでログ出して終わりにしようかなと思ってます。はい、どうもありがとうございました。えー、京都今日の十時百五十、ええー、J. K. S. D. O. T. H. でした。それではこの辺で失礼します。バイバイ。